皆様こんにちは、中村小太郎でございます。ラグビー魂第3回目の放送になりますが、第2回目の時とお話しした通りですね、話をした流れでそのまま第3回目撮ってます。というのも、大阪仰星さんと國學院栃木さんの、決勝戦がですね、見た記憶が正しい中で喋りたいと思ったんで、すぐ撮っちゃうということで、すぐ撮ることにしました。私はですね、今回國學院栃木さんにですね、ものすごく感動することが多くてですね、と申しますのも、優勝候補であるですね桐蔭学園さんをやはりですね、研究に研究を重ねて圧倒した。そしてディフェンスだったりとか、やはり出足のスピードというんですけども、まあラインアウトだったりとか、普通のスクラム、また普通のフェーズの時のディフェンスのもう、まあ、僕たちで並んでアップって言った、まあ、こうみんなで声を揃えて出てくるんですけども、まあ、そういうディフェンス能力、そして誰もが多分桐蔭学園さん勝つと思っていた状況下の中で、やはり國學院栃木さんがもう圧倒していた、ゲームをコントロールして圧倒していた。トライの取り方も自分たちの形、ディフェンスも自分たちの形、とにかく自分たちの形にこだわり続けて決勝まで上がっていったというのはやはり素晴らしかったと思います。そして対する大阪仰星さんはやはりもうさすがという感じでしたね。高校日本代表の選手もたくさん数多くいらっしゃいましたし、まあ、準決勝東福岡戦もやはり前半、まあ私たちラグビーやってた人間からすると前半10分、スタート10分でどれだけゲームを進めることができるかということで、まあ、奈良本さん選手を中心とした東福岡は前半も7分の中で10対0、2トライを挙げて、まあ、セーフティーリードという状況、8点差以上セーフティーリードを、まあ、前半の10分で取れると、圧倒してるなと思ったんですけども、やはりその中で、まあ、東福岡さんはこだわる展開ラグビー、そして大阪仰星さんはいつかミスがあるだろうと言って体を当て続ける、接点集散を本当に迅速にしてディフェンスで頑張る。そして一本返した前半終了間際の東海大仰星さんの、東福岡さん自陣のですね、確か5メーターぐらいのところでしたっけかな、インゴールから展開するかなと思ったところでオープンサイドにキック脱出しようとしたところをチャージしてそのままトライ、そして前半を10対14で折り返すと、やはりそこの段階で私はこれは仰星さんあり得るぞと思いましたし、やはり前半最初に一気に東福岡さんの方に向いてた流れが、体を当て続けて自分たちのこだわりに持っていた方がだん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 流れが持っていって、前半の最後のプレーで、まあ、完全に大阪仰星さんの方に流れた。そして後半もやはり東さんは最初からとにかく自分たちの展開に持っていく、そして負けてるから勝ちに行くための展開ラグビー、自分たちのこだわりの中でやはり焦りがあったのかなと思いますし、まあ、そこでもやはり自分たちのプレーに徹した大阪仰星さんは最終的にスコアが40点取りましたから、かなり開いたかなと思いました。やはりさすが大阪仰星さん、そして東福岡さんも今年本当に優勝にかけると、そして監督もおっしゃってましたが、3連覇の時よりも強く感じることがあるというコメントを出されていたぐらいこだわっていたチーム、そして奈良本選手がいろんな媒体のテレビだったりとかいろんなところでも優勝にこだわるってことをおっしゃっていて、チームとしても絶対に花園優勝するということを目指しているチーム、そして打倒東福岡に燃える大阪仰星さんのこのラグビーの試合がめちゃくちゃ面白かったと思いますし、まあ、対するとその次の桐蔭さんと國學院栃木さんの試合も本当に熱いプレー、ここまでやるか、キャプテンが脳震盪でいないからここまでやるのかというぐらいですね、熱いプレー見させていただいて、本当終わった時には感動で涙が出ましたね。そしてやはり決勝戦、大阪の予想通り東海大仰星さんがやはりずっと押していく展開だったなと思いますけども、やはりこだわっていたラインアウトからのモールでのモールアタックでの國學院栃木さんのトライ、そして5メートルあたりで2回来たチャンス、ビッグチャンスをものにできなかった栃木さん、もったいなかったなと思いながらも、やはりそのディフェンス、大阪仰星さんの徹底したモールディフェンス、それからやはり決勝戦だったりとか大舞台に慣れていらっしゃる仰星さんというのが、やはり終始どんなに流れがいきそうなところでも体を当てて戻していく、
対する栃木さんもやはり素晴らしいゲームしてましたけども、ちょっとなさりだったりとか、こだわっていた分、それでこだわった結果だからものすごくかっこよかったと思うんですけども、そこで出てしまったミスによってメンタルとかってなったのかなと思ったりとか、まあそんなこともありながらものすごい熱いゲームを見させていただいて、いいなラグビーってってつくづく思いました。本当に国学院栃木さんの初決勝進出とは思えないゲームでしたし、関東が弱い弱いってずっと言われてきていますけども、決勝戦に東院さんはじめ4期連続これで決勝戦に関東勢が出てらっしゃるっていうのは素晴らしいことだと思います。やはりこの熱い熱いゲームだけではなくて、そのどうしても関西のチームは強い、九州のチームは強いって言われ成功到底って言われてますけども、その中でやはり関東のチームが4期連続で決勝戦まで進めた、そして決勝でも熱いゲームでもしかしたら勝てるかもしれないという思いもさせていただけるぐらいのゲームを見させていただいて、関東、東京でラグビーをしていた同じ関東勢の母校を持つ自分からしたらものすごく誇らしいゲームだったと思いますし、涙なくては見れないぐらい熱いゲーム、本当に高校生が一生懸命命をかけて体を張っているっていうのを見て、私もラグビーをしたいなと。なので家にそばにある公園に楕円球を持って、昨日はボールを5、6回蹴りに行ったけど足がものすごく痛かったんでもうやめようと思いました。一つ目はですね、準々決勝まで行っちゃうんですけども、東福岡さんの京都成章さん、もう本当に京都成章が勝つかなと思ってました。この途中のゲームの展開まで見てて、でもそこでもやはり負けない強さ、さすが東福岡だなっていうのはありました。それでもですね、負けそうで負けないっていうのがすごく強かったなと。やっぱりみんな、ラグビーしてる人間からすると高校ラグビー、やはり東福岡だったり東海大大阪仰星とか、そういうところって研究もね、ここに出てくるクラスだとしてくると思いますし、どういうプレースタイル、どういうことをしてくるか、また多分夏合宿だったりとか春だったりとかセブンスの大会だったりとか、多分そういうところでいっぱいマッチをしてるので、どういうゲームしてくるかっていうのをめちゃくちゃ研究してくると思うんですね。でやはり京都成章さんはこだわりのディフェンス、フォワードのディフェンス、フォワードとやはりディフェンスにこだわっているチームがやはり展開ラグビーの東福岡を飲む勢いでディフェンスすると、ディフェンスしてるのにアタックしてるぐらい前に推進していく姿を見ていくと、やっぱラグビーって面白いな、そして自分たちのこだわりにこだわり続けるという、今日の大学選手権の決勝の、ね、細井キャプテンもおっしゃってましたけど、自分たちの形、自分たちのこだわりを捨てない、そのこだわりで負けたらしょうがないとまで思って練習してきて決勝戦に出る、優勝するんだって思いで全国大会に出てくるチームの熱量だったりとか思いっていうのはものすごく大きかったなと思いますし、そのもう一個の国学院栃木さんと長崎北京大さんの試合もそうですけども、もう自分たちのこだわりに徹する、やはりそのこだわりを捨てないというゲームの面白さ、選手の面白さっていうのをものすごく感じた高校ラグビーのこの年の花園だったなと思います。皆様最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録また、グッドボタンお願いします。また第4回目次何喋るかまだ決めてないですけども、近いうちに何かまた喋れたと思っております。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。